日選手代表安弘道場毛利ここに。試合では冗談をいっぱい出して勝ちたいです。今日はいつも負けていた相手の2人に勝てていい試合をできました。優勝して嬉しかったです。で技ありを多く取れたので良かったです。技ありが入れられて良かったです。次はK3に入れてそれで優勝とかしたいです。を一つ上げてまた優勝したいと思います。反省点がいっぱいあるんですけど勝てて嬉しいです。ちょっと動けなかったので次からは練習した成果を出せるように頑張ります。 K2 グランプリで優勝できるように頑張ります。9月と10月にあるグランプリに向けて頑張るかなと思います。